今回の依頼は特別だった。私に仕事を紹介してくれるエージェントの中で数少ない友達といえる女性が個人的に相談を持ちかけてきたのだ。彼女はここのところ度重なる奇妙な現象に悩まされているという。私は不思議な感触を覚えた。ここに映っているものは死者ではない。おそらく彼女に対し一方的な思いを抱き執着している男の生き霊だ。生き霊を覗くのは初めてだけど、他ならぬ彼女の頼みだ。やってみよう。生きている霊のエネルギーは強く、除霊が終了した時、私は自分が大きく満たされたことに驚いていた。
言い方は悪いが、生き量のエネルギーがこんなに美味だとは思わなかった。数日後、電話がかかってきた。彼女を悩ませていた怪異はピタリと収まったという。私は彼女の役に立てたことを嬉しく思った。しかし彼女は続けた。同時期に彼女の知り合いの男性が家で変死しているのが見つかったと。男が死んだと思われる日は、私があの男の生き霊を除霊したのとちょうど同じ日だった。まさかそんな。電話は切れた。もう彼女から私に連絡はないだろう。私はこの力をどうしたらよいのだろう。答えが出ないまま、私は除霊をこなし続ける。以前に感じた不可解な飢餓感が常に私を苛むようになっていた。除霊を続けなければ私は。
滅神意you
進。時空をねじ曲げるほどの力を持った例の集合体、昔の私ならば倒せる相手では
なかっただろう。しかし私の力は私の上と比例するように強くなっていた。死者の魂を喰らい満足している間はいい。でも私を苛むこの上がどこまで強くなるのか私にもわからない。そして時折生き霊を除霊した時のことを思う。図らずも私が命を奪ってしまった男性の生きた魂を吸収した時の満たされた感覚、そのことを考えると恐ろしくなる。私は何者なの？父さんならその答えを知っていたかもしれない。私の身の回りに異変が起こり始めたのはそんな時だった。屋敷の中に何かがいる。私しかいなかった屋敷の中が今たくさんの気配で満ち溢れている。かすれたささやき声、笑う声と足音を聞く。通り過ぎる影を見る。